にとってスノーボード、うん、やっぱりやめられない、絶対やめられない、もう何回、結構シーズンオフ中も結構口にした記憶があるんだけど、絶対やめられないですねスノーボードは、うん、やめられないし、やめたくないし、体が動き続ける限りは滑り続けていたいし、それがどういう形になろうが、うん、やり方は変わるかもしれないけど、続けていきたいことの一つだし、もうもはや一番ぐらいなのかな、今になると、今はスケート、スノーボードやめたくないですね。最高の遊びっすよ、うん、ね、普段絶対普通の人が行けないとこ行けるっすからね。だし普通に走ってじゃ出せないスピード出せるし、ジャンプできるし、気持ちいい。ゆうやとかしゅうじとか、こう年々こうずっと一緒に長い期間一緒に行動するっていうのがだんだん少なくなってきて、でたまにポッてこう集合して、じゃあやるかみたいな時になるともう最高に楽しいかった。それが何回あったのかな、去年多分数え簡単に数えられるぐらいしかなかったと思うんだよな。あいつらと一緒に滑れるタイミングがあるっていいっすね、うん、なんだかんだ言って楽しい何しても楽しい。いろんなとこ行ってもっといっぱい動けるようになりたいなって、もっと滑って、本当シーズン滑り尽くしたぞっていう、なんかそういう達成感も欲しいですね。もういやもうちょっと滑りたかったとかじゃなくて、うん、いややったっしょみたいな、今年やったっしょっていう、滑ったでしょみたいな。そう最近こうシーズンオフになって今川に出てラフティングしてるけど、やっぱスノーボードのこと考えてどうしようかなって思うけど、なんだかんだ言ってやっぱめっちゃ滑りてえってなるから、何が一番したいんだろうって考えた時、やっぱスノーボード好きなんだなって、スノーボードしてんだなって思ったから、だから来年はもうがっちりとシーズン頭から終わりまで意地でも滑るっていう感じかなって思います。
something more.人生一度きりなんで、何でも全開で楽しんでいかないともったいないです。特に初体験とかね、初体験は人生で一度きりだから、初めてのとこ滑り行くにもそうだし、何でもそう、初めてのジャンプとか、あのドキドキ感たまんないです。次はもっと全然違う滑りを見せたいっすね。頑張ります。